エルカチャンネルのショーです。とうとう熊本も梅雨が明けました。今日もいい天気です。というかもう暑いぐらいですね。今回の動画なんですけど、今つけてるドライブレコーダーエイプマン A80 のアクションカメラをドライブレコーダー代わりにして使ってるんですけど、こちらのですね、この電源に使ってるケーブルですね、これがですね、車の上をこう通って横のピラーを通って、まあこの辺りからうんたらかんたらして下を通りまして、ちょっと見えづらいかもなんですけど、ここから線が出てこのシガーのところにつながってます。でこれをですね、もう少しすっきりさせたいなと思ってまして、今回はドライブレコーダーのこの USB ケーブルをですね、このシガーのところではなく別のとこから取っていこうかなと思います。そこで今回用意したのが電源ソケットを用意しました。A 門から出ている電源ソケット、ヒューズ電源タイプです。今回はヒューズから電源を取りたいと思います。ヒューズの場所なんですけど、助手席のこのグローブボックスの奥にあります。まだ今は見えません。なのでまずグローブボックスを外していきましょう。まずこことここに開け閉めする時の要はストッパーみたいなのがあります。そしてこれですね、ここにこのボックスを固定している部分がこことここですね、2つあります。さあどうやって外していこうかな。ネットで調べてみました。そしたらこのストッパー自体がこうギュッと内側に入るらしいんですよ。無理やり内側に入れ込むような感じだと思うんですよね。でもだいぶ傷入ってますね。でこれでもいいんですけど、もっと簡単なのがこの下ですね、下を先に外した方が取れやすいっていうことなので、ちょっとそれでやってみたいと思います。お、下が取れましたよ。はい、そのまますっぽりと取れちゃいました。今これが外したグローブボックスですね。で外したら正面にヒューズがあります。このヒューズの中から ACC 電源を探していきます。 ACC 電源を探すのにこちらのテスターを使って探していきたいと思います。アクセサリーに入れたので当たっていきたいと思います。どこかにあれが書いてあるんだよね。あったあった。今の段階で電気が流れてるところがあるとこの辺りが光りますよ。ほら見えますか、光ってますよ。さあ大体の場所は分かったので、用意したこの電源ソケットをつけていきたいと思います。電源ソケットがですね、こっちがそのソケットになるんですけど、反対側がまずヒューズにつなげる部分と、もう一個がアースをつなげてください。クリップで
右の 1,2,3,4 つ、これ青色の15アンペアを外したいと思います。よし、抜けた。そしたら先ほどのこのヒューズを、このヒューズを挿して、こっちでアースを取りましょう。アースはまあちょうど近場に1つ2つ、あ、ここもだいぶアースが取ってありますね、とか結構あるので、そうですね、まあ近いここからか、どうしようかな、ちょっと怖いから、まあ、この上あたりで撮りたいと思います。ドライブレコーダーの USB ケーブルを外して、これにつなげて電源がちゃんと来てるか調べてみましょう。よし、これで今はまりました。電源を入れてみましょう。はい、ちゃんと電源は来ました。あとは配線とかボックスとかをこう戻して片付けていきたいと思います。はい、ということでグローブボックスも元に戻しまして、ドライブレコーダーのケーブルもヒューズから引っ張ったシガーソケット、それとつなぎまして、それもちゃんと隠しました。なのでパッと見がすっきりしました。まああとはですね、スマホの充電器とか、これ何だったかな、ああマイナス4かなんか出すやつだぐらいですね。まあこれはもういいかなと、あんまりここがごちゃごちゃしててもあれなんで、少しすっきりしたかなと思います。いろんなとこにケーブルがね、ほらこうあってもなんかね、ちょっとねって思いますんで、まあこのくらいならいいんじゃないんでしょうか。あー、エアコンが涼しい。あー、暑いです、ほんと。終わりました。あー、もう。暑い。暑いですね。さあ、ということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。